2018スーパー GT ドライバーズ、今回は新田選手、高木選手のスペシャルインタビューをお送りします。新田森生選手は1967年1月30日生まれ、東京都出身。1994年全日本 GT 選手権以来、積み重ねた勝利数は19。 GT300 クラスのすべてを知るミスター GT300 です。高木慎一選手は1970年5月6日生まれ、山口県出身。 GT300 クラス勝利数は最多の20。1999年から長きにわたって ARTA などで活躍をされているドライバーです。 MC は元レースクイーン、現在はモデルとして活躍中の桃花。スペシャルインタビュー前半は、お二人の出会いからペアを組んでいた当時のエピソードなど語っていただきます。新田さん、高木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はお二人の出会いから、ペアを組んでいた頃、その後のそれぞれの道があったと思うんですけども、それを根掘り葉掘り聞いていきたいと思うんですけども、まずお二人が出会ったきっかけからお伺いしたいんですけども。たまたま僕が山口県の、ディーラーのショップさんで働いてて、そこに新田さんが傘を売りに来た。それだけ聞いたらもう、様子がおかしいことになってるんですけど。でも新田さんが来るっていうのは聞いてて、レーシングドライバーの新田さんが、先輩が来るみたいな感じで。新田さんはなんで傘を売りに行ったの？そこが一番気になるんですけど。傘売りに行っちゃいけないの？なんかね、昔中国でそういうの作って、安いでしょ、作ったら、はい、でそれを、日本に持ってきて売るっていうのがまだ走りの頃 でたまたま知り合いの人が傘作ってたから、レースクイーンがさ、傘ね、そうそう、特殊なのレースクイーンの特殊な傘、そう、あれを持ち込みに行ったんですか？なんですか。でもその時お互いも知ってはいたんですか、存在というか。存在は知ってたよ。新一はだってその時フォーミュラートヨタ、そう、西日本だっけ、全シリーズで前線優勝でチャンピオン してる最中だったんですけどね。それなのにディーラーで働いてらっしゃったんですか？そう、ディーラーで働きながらメンテナンスしながらやってた。その時は会話というかいうのはあったんですか？その時はほとんど会話してない。俺がお店入ってこんにちはって言ったら、なんか、はい、みたいな。なんか、あれこいつ、みたいな感じで、多分ビビって何も喋れない。そうそうそう。やっぱ大先輩。そう、大先輩です。GT を初めて乗るとか、そういうレベルだったんで、僕、それまでに会う機会がなかった。本当に次喋ったのは、富士スピードウェイの GT のレース出るからっていうところで、そこでサーキットで会った。意外でした、今はそんなことないのかな。オーディションとかいろいろあったりして決まったりするから。オーディションあるんですか？うん、その例えばチームで、この選手にしようってある程度決まってないと、どの選手がいいかっていうのもわからないから、とりあえずこの人とこの人とこの人と乗せてみようかって、そこから走ってもらって、あとでその誰にしようかっていうのを決めるオーディションみたいな、レースクイーンのオーディションみたいな感じだと思う。そうなんです、ね、水着の審査もあるもんね、そう、絶対ないですよね。絶対ないですよ、必要なのには。そこわかるのね。お二人も結構オーディションは経験されていらっしゃるんですか？俺は若い頃はめっちゃしてた。してた。もう一回もない。行かない。めっちゃしたっていうか、必ずオーディションだった。俺トムスじゃん、一番初め、で、本当に一番新人だから、まだ18、10、19の頃だから、もう大先輩だったでしょ、みんな。そうですよね、まだで、誰にするかと、なんか外人が来たりとかさ、なんかいっぱいこう、3、4人で、で、終わったなって思うよね。え思うよね。外人とかいたらさ、もう外人だっていうだけで早そうに見えるじゃん。いや、わかります。強そうですよね。なんでオーディションしないでも。え、なんで、なんでだろう、なんで。ご指名ですか。けど確かにそういうのをしてるイメージがないな。
自分でスポンサー取ってきて乗ってたからかもしれない。ああそうかもね。そうだね。すごい意外ですね。だからもうある車でオーディションやって乗せてあげるとかじゃなくて、自分でスポンサーを取ってきてこの車を用意して自分で乗ってた。だからオーディションやってないんだ。そうです。で途中からはそのまあオーディションあってもいいところもあったと思うんですけど、たまたまそういう縁があってフラフラしてたら呼ばれたりとかっていう、ね、呼ばれたり、そう、それで本当にそうだ。ある意味ちょっと運がよ、まあ、いいのか悪いのかちょっと要するにどっかのチームに乗ってたら僕らの車に乗ることには多分なってないから。その年は浪人中、そう GT のレースできなかった年。あ、本当そんな。今年どうしようかなっていうふうに考えてた時、だけどシーズン始まっちゃってたからね、多分。だから第2戦目から組むことだ。途中参加けど稀にあるよ。あんまりないけど稀にある。運が良かったです。運がいいのかね。運がいいのかな。いいのかな。でもまあお二人が組むことによってね、ゴールデンコンビができたことですし、新田さんが高木さんのこと引っ張っていくシーンがよくあるっていうのをお伺いしたことあるんですけど、森ちゃんって呼んでるんでしたっけ。森くんね。森くん。どうしたらいいかなみたいな、ちゃんになっちゃうんですよね。よくあるって聞いたんですけど。けど若い選手は多いんじゃないかな、やっぱり。契約してもらえるかどうか分かんないで乗る人も多いから。ああ、そうなんですか。多い多い多い。契約の方法とかその話とか、じゃあ何を話したらいいのかとか、何をこう抑えとかなきゃいけないのかっていうのが分からないまま行っちゃうから。それ教えてもらってないんだけど。ちょ教えてないけどやってたから。あ、言わずに全部してくださってたって。そうマネージャーだったの。マネージャー。でもそんな感じになっちゃって最後は。もうどうしたらいいかなと。多分僕の給料1億ぐらい出てたんですよ。だけど。どこまでが本当かわかんないですけど。多分 5% ぐらいしかもらってなかったんですよ。だいぶ抜かれましたね。そうそう。だから。全然わかんないですよね。自分がどういう感じで乗ってる、もう新田さんに雇われて僕乗ってますみたいな。ずっとそうやってた。いやでもすごいいい。それだったらいいな。そんな2人が1999年から12年にわたってペアを組むことになるんですけれども、うん、初めてペアを組んだ時の印象って何か覚えてらっしゃいますか？結構チームも、うん、新一の存在があんまりどういうのか分からないから、やっぱりみんな不安の中で結構やってたんですよね。そうですよね、うん、ただまあある程度走るんだろうなとか、うん、そういうふうにはまあみんな思っては、もちろん使うからね、うん、GT のレースってただ速いっていうだけだと勝てないのよ、うん、それがなんでかっていうと、そのチームワーク的なところってその要素もすごく多いから、チームの中で自分の与えられた仕事っていうのをちゃんと理解して、その出しゃばるでもなく、そのまあ引きすぎるでもなく、ちゃんと自分の仕事を全うできることができるかできないかっていうことの方が結構大きいから、速さはまあパッと乗って走れる子もいるし、逆に言うと少し経ってからこう慣れてきて速くなるっていう人もいるんだけど、そっちよりもそっちが気になってくる。コミュニケーションというかチームと仲良くやっていけるのかっていう、富士から、ペアを組んだわけだと思うんですけども、初めてお互いのドライビングを見たのっていうのはそこになるんですかね、うん、その GT カーに乗ったことのない新一に乗ってもらうようにして、でなるべく車に慣れてもらってっていうことを、まあその時もやってたんじゃないかなと、うん、だって新田さんのタイムにどうやって追いつくかばっかりだったから、その時はもう無我夢中だったと思うんですよね。だけど行き過ぎるとね、昔の車ってその電子制御とかなかったで、もうちょっと行くだけでももうくる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 、もうほんと簡単にスピンしてるし、でターボがすごく今みたいにゆっくりかかるじゃないんですよ。そうなんですか。すごい。で、ボーンっていきなりターボがかかったんですよ。じゃあもう最初のレースからものすごいプレッシャーがあったんじゃないですか。もうそれはすごいありましたよね。
だけどなんでか優勝しちゃったんだよね。そうね、その勝てる時に勝てる要素を持ってるっていうのは多分すごい重要なことで、まあ、運っていうかそういうの引き寄せるっていう、だからそういう意味でも新一にしようっていうふうに多分そこではっきりなったと思う、結果を見て、うん、新田さん、高木さんにこうやった方がいいとかっていう指示とかするんですか？めっちゃ教わったところですよ。そう、あ、そう、何言ったか、まあ、ターボのことは結構や話してたと思う、ドッカンだったから、やっぱりその頃から、まあ、新一と一緒に組むんだっていうふうに僕の頭もなってるから、うん、チームとしての僕の立場と新一の立場っていうのを、うん、僕からそのこういうふうにしていこうっていうのをこう伝えるようになって、最終的にそれがもうお互いの信頼関係の中で自分はこういう仕事をやらなきゃいけないんだっていうのが、まあ、明確に多分なってたと思う。走り方っていうのは全然別でしたか、癖とか？でも一緒だったと僕は、うん、ロガー見るとそんな変わったりしてなかったけど、うん、ほとんど新田さんがセッティングしてそれ僕が乗るみたいな感じだった。データロガーっていうそういうのも比べてもほとんど線がねずれることってあんまりなかったんだ。本番に向けて方向性決めていくっていうのを、うん、例えば俺がある程度車先にベースのものを作ったところから新一がこの先を予想してその次のセッティングの方向っていうのを2人で持たないと、うん、同じこと2人がやっちゃうと、そうですよね、まあ、成り立たなくなっちゃう。そういうことができてないチームは多いと思う。ドライバー同士が話し合えてないチームとかっていうのはいるんですか？あ、もう全然あると思う。特に若い子たちは自分が速く走るってことが一番になっちゃうから、うん、それは多分僕はこっちのセットがいい、こっちのセットがいいって多分分かれるのは多々あると思う、うん、そういう文句は基本なかったからね。もう新田さんに従うしかないぐらいの勢いだったし、本来はなきゃいけないの本当は。多分若い時はもっとガツガツそのそうですよ、ね、僕は速いんだっていうアピールをしなきゃいけないんだけど、まあ、あんまりなかった、ね、あんまりなかった。逆に今言われた仕事をちゃんとやりたいなっていう、それが良かったのかもしれないですよね、うん、そしてお二人がチームが ARTA に変わるんですけども、実は私こういうものをこっそりお借りしました、うん、覚えてらっしゃいますか？若いね覚えてる覚えてる。この頃に戻りたい。何枚か、うん、戻りたい戻りたい俺こんな痩せてたすごい皆さん全盛期イケイケな感じの、ね、時をお伺いしたいんですけどもね、うん、例えば忘れられないレースってありましたか？もう MRS の時はやっぱチャンピオン取ったから、うん、ほとんどのレースがやっぱりいい自分たちの中で思い出に残ってるレースかな、うんうん、初年度はねでも苦労しましたね。苦労したけど、ね、うん、なかなか結果が出ずに、やっぱり新しい車だったし開発もすごい大変、ね、うんうん、本当にすごい体調が悪くてギリギリの状態だったとか、そういうレースっていうのもあるんですかMRS からまたガライアになった時とかの長いレースとかは、うん、まあ、だんだん、まあ、新一もね、その先輩っていうのを忘れてくるんだろうね、俺とね。おっと、だから大体、まあ、ルーティーンで、まあ、1000キロだと大体何回ぐらい？ 3回ずつぐらいか、交代、まあ、1時間半ぐらいのを交互に長いですね。で、まあ、スタート僕が行きます、で、次新一が行きます、2回ぐらいはちゃんと行くんだよな。行く、2回ぐらい。次また俺が行って、新一が行って、で次や1時間半休めるとするじゃん。さあここから休もうかなって言ったら、ちょっと着替えてとかいう話になって、え、なんでって言ったら、でも新一がちょっともう乗れないって言ってんだけど、いや乗れないじゃないでしょみたいな。インカムで飛んできてるみたいな。そうそう。だって俺まだ休んでないよみたいな。で若干痙攣してるの。脱水症状、ちょっと脱水でちょっと足がまだ釣ってるから、釣ったまんまになってるのに、で釣ってるからちょっとまだ無理って言って、でもうちょっと行かせなよって、もう本当入ってきたからね。そう、ピットインしたもん勝ちだからね。ええ、それで本当に戻ってきちゃったんですか？戻ってきちゃった、うん、どうされたんだよ。いやもう釣ったまんま行ったよ、なんか文句ばっかり、順番が合わねえだろって数が、いやちょっと大げさなんだよね本当なんかおっしゃってますけど、なんかそういうことね、ちょっとにしてきますか
もうそれから10年間あのお二人がペアを年間を通してペアを組んでたんですけども、うん、やっぱ私的にはそこがもうゴールド時代なんじゃないかなって思ってて、 GT300 としてもそこまでその同じペアで優勝回数を重ねた時代もなかったと思うんで、うん、その時の自分たちってどういうふうに思ってたのかなっていうのがすごい気になって、まあ俺からすると新一がパートナーでこれからもやっていくんだろうなっていうふうに、まあ、その10年目とかそのぐらいの時は思ってたかもしれない、うん、チーム内で の、 その役割とかが、うん、ある意味信頼して任せられてたし、新一がこうやって言ってるからこういう風になってるんだろうなとかいう関係がものすごい確立できてたから、うん、まあ、ものすごくそういう意味では大切な存在だったと思う、うん、もう会話をしなくても車が方向性がすごく進んでいくのは多分チームの人も多分楽だったと思うんですよね、うん、そう、変な方向に行きづらいっていうか、うん、もう新田さんがこう言ったらこっち方向だなっていうのが僕も分かるしチームも分かるし、僕と言いたいこともみんなも分かってくれてるっていうような、チーム自体もねすごく、うん、一つになってやってたんで、まあ、そういうのがやっぱり長年続くっていうこと、毎年こう変わっていくとやっぱり方向性がやっぱりチームとして変わっていく場合もあるので、そうすると1戦2戦ちょっとつまずく、うん、で3戦目にようやくまとまってってなるんですけど、毎年一緒だったっていうことを考えるともう初戦からもう一気にいけるみたいなところは強みではあったのかな、ね、開幕戦で勝つパターン多かったよね、うん、そう、結果は出やすかったかもしれない、うん、スペシャルインタビュー前半はここまで、後半はお二人の趣味の話、最多勝利数や未来に対する思いを語っていただきます。